こんにちは、こんばんは、ゆのりです。 ZRV で夜の関越道を走行中ですね。まあちょっと雑談、ZRV に関する雑談またしていこうかなと思います。今回はですね、まあちょっと ZRV のねエンジンについての話ですね。まあ、エンジンつってもハイブリッドのエンジンですね。 EHV のエンジン、ガソリン車もあるんでね、 ZR-V のガソリン車の 1.5 リットルターボもすごくものすごくいいエンジンなんですけども、僕はもうシビックでね EX っていうのを昨年まで乗ってたんでね、そっちのエンジンもよく分かったんですけど、今回はEHV の2リットルエンジンの話ですね。これについてね、まあ、主にちょっと話していこうかと思うんですよ。まあね、このエンジンね、本当よくできたエンジンですね。5、6000キロを超えてからこのね、2リットルエンジンの素晴らしさ、それをね、なんか実感するようになってきてます。これ本当シビックの EHV からつけてきた新しいエンジンなんですよね。ハイブリッド用に開発した2リットルのエンジンらしいんですけど、LFC って言ったかな、 LFC 型っていうのかな。ちょっと僕もねあんまりメカとかに詳しくないんでね、あんまり専門的なことは話せないと思うんですけど、まあ一応ちょっとね興味が湧いたんでいろいろ調べたんですよね。いろいろ調べたって言ったってあれですよ、 EHV シビックの全てっていうのと ZR-V の全てっていうのをちょこちょこ読んで、それをまとめて話そうかと思ってるだけなんですけど、まあね本当にこのエンジンねすごいエンジンだと思いますね。まずはねすごい排ガスがクリーンなんですよ。前も僕話したと思うんですけど、これ排気口触ってもねそんなに汚れないんですよ、手が。今はちょっと1万キロ近く走ったんでね、汚れないと思って触ったら汚れてましたけど、手が 4、5000キロまではね排気口これね指でこれなぞってもね汚れなかったですもんね、黒く。あれをね見てもすごいなと思ってたんですよ。まあだから欧州の厳しいね排ガス規制を突破してくると思うんですけど、あとはねもうその本当に滑らかなんですよね。低振動っていうのかな、静粛性ももちろん高いですこれ。だからね本当ねモーターで走ってるかね、ガソリンエンジンで走ってるのかっていうのがね、ほんとわかんないんですよ、これ。この表示で EV っていうのを確認しないとわかんない、ほんと。そこがすごいですよ、ほんと。多くのハイブリッド車は、まあ、ちょっと感覚を研ぎ澄ませばは、ああ、もうこれ EV に切り替わったなとかわかると思うんですよ。ガソリンエンジンにまた戻ったなとか。これがね、特に高速走行時とか、わかんないんですよ、もっと。まあ、一般道でもわかんないですけど。ここがね、やっぱり、何気にすごいですよ、これ。普通、ハイブリッド車ってね、エンジンが主役じゃないんですよね。どっちかってモーターが主役なんですけど、裏方だと思うんですよね、エンジンって。多くのハイブリッド車。でもね、この、ZR-V とかシビックに乗ってるこの新開発の2リットルエンジンはね、本当に影の主役と言ってもいいぐらいね、すごい実力者っていうの、すごいエンジンだと思う、本当。これはね、その、モーターとわからないぐらい、その滑らかで低振動で静かなんですよ。高速なんかほんとわかんないですね。まあ、ちょっとね、エンジンからモーターに切り替わるとき、ちょっとラグがあるかなっていうのがあるんですけど、その、モーターからエンジンに切り替わるときはわかんないです、ほんと。そこがすごいとこだと思いますよ、ほんと。モーターに負けず劣らず、滑らかしっとりっていう。で、静かっていう。で、このエンジンね、ほんと二面性があるんですよ。
これ今はもう巡航してるんでね、もう本当に滑らかで、モーターかわかんないぐらいですけど、これ今90キロにセットしてるんで、90キロだと、ちょっと下り坂だと EV に切り替わるんですけど、そこがわかんないです、本当。表示見ないと。今 EV になりましたね。EV になっても全然これ、モーターかエンジンかわかんないぐらい滑らかなんですよね、エンジン。走行の時も。そしてこれね、まあ、例えばこれ解除するじゃないですか、これ。そしてこれ踏み込むじゃないですか。この時のね、表現の仕方、もうすごい主張してくるわけですよね。段付き感を伴ってエンジンフィールが、その感覚がね、すごく納車直後はそこまで感心しなかったんですけど、 4,5,000 キロからやっぱりエンジンが本来の動きっていうのかな、よくわかんないですけど、そういうまあ鳴らし運転が終わってエンジン本来の音を出すようになってきて、そこでね、なんかこのエンジンの音ってすごいなっていうことをね、思い知らされてますね。今まで本当にモーターと分かんないぐらい静かで滑らかでね、しっとりしてたのが、アクセルを踏み込むやいないや、すごいですよ。加速感もすごいし、その音がね、この高揚させるような演出、ここであえてそういう演出をさせてくるっていうところがね、ホンダのすごいところだと。まあ惜しむべきは、EHEV シビックに積んでたエンジン音をこのスピーカーから出す演出ですね。なんつったっけ ?ACS つったっけ ?ASC?ASC ASC だっけ、アクティブサウンドコントロールだっけ、だから ?ASC かな、これがないってことですね、ZRV に。あれ欲しかったですね。あれはね、EHEV シビックのスポーツモードになると、するとあれが入るんですよ。でも、アクセルをバンと踏み込むと、ヒューンって音が段付き感伴って入ってくるんでね。あれがほんとやみつきになるんですよね。あれ最初僕ね、ガソリンシビック乗ってて、EHEV シビックが発表されて、その演出が入ってるって言った時に、加われてた時に、なんだかなと思ったんですよね。そんな人工的なことしていいのかなとか。だけど一度ね、一日試乗とかしたら、本当に、僕なんかゆるノリでね、ベタ踏みとかほとんどしないわけですよ。前が空いてもそんなにアクセルをバンと踏み込むってことないんですけど、あれはね、思わずね、癖になりますもんね。このシビックじゃなくて、この、ZRV でももう最近はよくやるんですけど、こうやってこれをねやりたくなりますもんね。本当にね、すごい演出。これが ZRV にもね、ASC ついてたら、まあ、本当に良かったと思うんですけど、まあそれつけてたらもっと全然値段高くなっちゃいますね。シビックはあれかな、ノイキャンみたいにもついてるんですよね。だっけ ANC だっけ、それもついてるからよりね、要するにノイキャンみたいに、イヤホンのノイキャンみたいに余分な雑音っていうか騒音を打ち消す音を出すわけですよね。だからより中が静かな環境になるみたいな感じで、でエンジン音がね、音でチューンされて入ってきますんで、すごい高揚感があるわけですよね。それが ZRV についてればもうもっとね気持ちよかったと思いますけど、それつけたらまあ400万の頃じゃないですよね。まあやっぱり走りをも純粋に楽しみたいんだったら EHEV シビックとか行っちゃった方がいいかもしれないですよね。でまあちょっと興味があったんでね、その EHEV シビックのすべてと ZRV すべての、その
新開発エンジンのことをちょっと勉強したんですけど、すごい少しのガソリンを噴射してそれを効率よく爆発させてるわけですね。まあ一番かいつまんで言うと、もうそれには本当に細かい改良を重ねてるわけですね。もう難しいんでね、本当にもう専門、それに詳しい人じゃないよ、本当によくは解説できないと思うんですけど、もう要するにシリンダーの中に、そのシリンダーの内側の壁にね、なるべくガソリンがつかないような工夫をしてるわけですよね。噴射の仕方とか、なるべくやっぱり壁にくっついちゃうとね、ガソリンがうまくそこが爆発しないからね、エネルギー効率、エンジン効率が落ちちゃうわけですよね、爆発効率が。それを最小限にするためにうまく工夫してるわけですね、噴射の穴のね、ちょっと大小を変えてみたりとか、6個のなんかエンジン噴射口みたいなのがあるらしいんですけど、そこの大きさをそのうまく壁にねつかないように工夫してるみたいですけどね。あといろんなところをちょっとなちょっと僕もうまく説明できない、多分ね、あの全てを EHV シビックの全てを書いてる人だってわかんないからね、余計難しく読む方は もっとわかんなくなるわけですよ。あれは本当にエンジンをね開発してる人じゃなきゃわかんない、うまく説明できないと思う。読んでる方はもっとわかんないんですけど、書いてる人もちょっと多分十分把握してないから難しい書き方になっちゃっててわかんないですけど、まあ多分僕の言ってることはちょっとは伝わるかなと思うんですけど、そういうことだと思うんですよ。だから 41% のエネルギー効率っていうの、エンジン効率を誇るって書いてありますね。それすごい高いことらしいんですけど、あとその振動を抑えるためにね、なんかやっぱりシリンダーのところにもダンパーっていうのがついてるんですね。ダンパー、それもなんかいろんなダンパーがあるらしいです。それもすごい改良に改良を重ねてね、本当にそのシリンダーのショックがね、衝撃を吸収するようにしてるみたいですね。まあ僕たちちょっと素人が考えるダンパーっていうとね、タイヤのところのね内側についてるサスペンションのところのダンパー、バネのようなことだと思ってるんですけど、シリンダーにもあるらしいですよね、何種類か。そこももう本当にうまく改良に改良を重ねてですね、そのショック、振動が伝わらないようにしてるらしいですね。あと静粛性ですね、もう本当に静かになるようにインシュレーターっていうのかな、それを効率よく配置してんのかな、シリンダーの周りっていうかエンジン周りに。そうすることでこういう高速巡航とかしてる時の滑らかさ、しっとり感、EV モーターと変わらないぐらいの静粛性と低振動を実現してるということだと思うんですよね。だから本当にこのハイブリッド、この EHV、ZRV はシビックとか、まあ、ステップワゴンなんかもそうかな、もう本当に EV モーターか、エンジン走行かわからないっていう、それぐらいにまで滑らかなんですよね、エンジン走行でも。そういうことだと思うんですけど、いやすごいですよねやっぱ。まあもっとね詳しい人が説明すれば、もっともっといろんな驚きのシステムっていうのかな、メカニズムはあると思うんですけど、まあ、この EHV の ZRV のこの新開発の2リットルエンジンのことだけでも相当なこだわりがあると思いますね、これ。あとはモーターにその伝える制御っていうんですかね、切り替えとかの制御、これも複雑でですね、もう到底素人じゃわからないですね、説明できないし聞いてもよくわからないです。それぐらいもうこの
ハイブリッドはもうすごい進化を遂げてるんですよね。だからこれは特に日本車ですね、トヨタとかホンダ、この日産とかのねハイブリッドシステムはもう他の国のハイブリッドじゃ太刀打ちできないってことなんでしょうね。だからまあ欧州はディーゼルエンジンをね最初はすごく押しててですね、それじゃあちょっとダメだっていうことで今度はもうハイブリッドはうまくできないから EVEV って言い始めた、そういうことだと思うんですけど、でもまたあのハイブリッド車がねすごい見直されてきてますよね。 EV がやっぱりすごい不自由するみたいで、やっぱハイブリッドの方が全然楽でね、タイムパフォーマンスがいいから給油頻度もねすごい少ないし燃費もいいし、でそこに行くとやっぱり日本車に当たりますからね、日本車に行き着きますので、そこを突き詰めるとそういうことで、まあアメリカ中心にまたトヨタとかね日本車のハイブリッド車が売り上げを急速にまた伸ばしてるみたいですね。いやもう本当にしばらくはこれこの EHV をはじめとするハイブリッドでもう消費者はもう大満足ですよね。特にこのホンダのスポーツハイブリッドはね満足度高いと思いますね。そういった意味でもこの ZRV の EHV おすすめですよね。まあシビックもそうですけどもね。